特保についてですが、特保は体に脂肪がつきにくいという食用油ですね。それで健康志向の方にはとっても喜ばしい油ということになっていますが、ここで一つ落とし穴があるんですね。まあ、融点もちょっと高いんですが、一回体についてしまうと除去しにくい油という裏返しの面がありますので、そこには注意をしないとダメなんですね。